陸画面化は、蜂打つ中目に分類されるとが、オーストラリア大陸と南極大陸を除く、世界各地原生の最大種は、アルダブラゾウガメで、最大高潮138センチメートル。化石種も含めた、最大種は、キャラセシェイリズアトラスで、高長約200センチメートル。最小種は、シモフリヒラセリクガメで、最大高潮9.6センチメートルとカメメ全種でも、 最小種。廃校は、ドーム状やアーチ状に盛り上がる傾向がある。頭部は中型でやや分厚く、縦幅は短いが幅広い。粉炭はあまりと質しない傾向がある。後方面や顎を覆う角質は幅広い。種によってはくちばしに、ノコギリ状の突起や畝があり、葉のように植物を切断したりすることができる。舌は発達するが、舌を支える骨格は軟骨質で、 あまり発達しない。頸部はやや短い。四肢は太くて短く、指跡は退化して短い。脂骨が2個以上ない。頭部や四肢は大型鱗で覆われる。脂神よの北、アメリカやヨーロッパで出現したと考えられている。各 DNA やミトコンドリア DNA の分子系統的解析から、石亀化に最も禁煙とされ、単系統群を形成すると考えられている。 以下の分類、英名は、タートルテクソノミーワーキンググループに従う。吹きのない分類に変更のない限り、和名は安川に従う。亀目で唯一陸生種のみで構成されるが、セオレガメ属の一部やムツアシガメ属などのように、頻繁に水に浸かるような生活を送る種もいる。植生は、植物食だが、昆虫、陸生の貝類、動物の死骸などを食べることもある。 生息地では食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数が減少している種もいる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に平面的な活動を行うため、床面積の広いケージを用意する。ありがとうございます。